はい、こんにちは、ブルーホースです。本日はね、バイオハザード4のアダーズスパイやっていこうと思います。もともとやるつもりなかったんですけど、なんかね、なんかが特典で手に入るようになるから、シカゴタイプライターだったかな、がエダーズスパイをやるとレオン編で使えるようになるというところでしたので、パイが揺れないのは、やっぱそれほどのパイは持ってないってことね。多分 B の70くらいかな、と思いますね。で、アシュリーが多分ね、F の70から、まあ、G の70、G の65ってところかな、はありそうな気はするんだけど、なんでそんな詳しいのよっていうね、あのね、あの変な話ね、大学生の時とかにやっぱりね、そういうね動画とか見てたらさ、そのなんか詳しくなっちゃうのよ、男だからね。はい、ということで、これはなんかサンプルが5つね、アイテムの幅をね2つずつ取るってね、結構ねめんどくさい感じなんですけど、まあやりきりのタイプだから、セーブポイントとかっていうのはなくって、もう一気にやっちゃうタイプのあれなんだけど、まあ一応ね、そのまあ動画のサイズ的にはその一気にやるっていうのはなかなか難しいところになりますので、まあ、ちょっと区切りながらね、やっていこうと思います。で、例のごとくね、あんまりね、ちょっとね、キーボード操作するのが得意じゃなかったりしますので、何回か、おそらくお亡くなりになるであろうということがちょっと予測されますというところで、そこをご了承ください。別に、僕、バイオね、正直上手ではないので、上手じゃないけど大好きっていうのがあるんで、ではね、早速ね、進めていこうと思います。あのね、タブとね、あのね、アルファベット Q を押すと、後ろ向くんですよ。180度ターンをするんですけど、タブを押すとね、アイテム欄開くんですよ。だから、非常にめんどくさいことにね、そのボタンをね、ちょっと、薬指で押し間違えちゃうと、そんな感じになるということなんですよね。はい、OK。こいつらでもここ登ってこれないはずだよね。かといってね、あんまり、キーボード、なんか、ゲームコントロールなんかやりやすいというか、ボタンのね、押し間違いっていうのがほぼほぼないのがね、やっぱり、これの良さっていう感じがするんだよね。キーボードなんかね、うまく反応しない時があるんだよな。押し込みが甘いのかな。まあ、多分、単純に僕が下手くそなだけっていうだけだと思うんですけど、OK。で、これ、打ったら落ちる。ああ、奥。なんか見えない壁に阻まれたって感じだね。そうそう、なんかさ、最近さ、なんか、女の子の友達なんだけど、彼氏と、なんかすごい荒れてるっぽくって、なんかね、すごい面白いというか、なんか、あ、危ねえ。ツイッターでね、そういうのを見てたんですよ。なんか荒れてんなって、ほんまこいつクソマジだわ、やりてくクソだわ、みたいなことがある。で、なんかね、それで思い出した話があるんだけど、ちょっと待って。やばい。こいつのね、攻撃力が意外と高いんだよね。ご乱心してるんだけど、これ、もうこれ以上近づいたらやばいから、ちょっとご乱心してるところ申し訳ないんだけど、次のところ行ってて、やってんのめんどくさいから、ほら、よし、寝てるところを、そうなんだね。これ、ナイフで切れないっていうところが結構めんどくさかったりするんだよね。そうそう。なんか、年代別の女性の、おごってもらったら、嬉しい金額みたいなのがあって、なんか10代と20代と30代ずつあったんだけど、ね、何もだったかな、10代が2000円いかなかったはずなんだよ。確かね、10代2000円いかなくって、1800円とか1900円とかそのくらいだったかな。で、20代が5500円で、で、女性がね、1万2000円近くなんですよ。1万1700円とかそのくらいだったんですよ。で、お前ら、5500円分も何食うのって思うし、1万1000分も何食うのって思うんですよね。まあ、それは居酒屋感覚で行ったらそうなるし、あとはそのね、30代の女性って、申し訳ないけど、男性からすると、一番魅力を感じるのって25から30なんですよ。年齢で言ったらね。もちろん、その20から24になってくると、社会的地位とか、その経済的価値とかっていうのが、まあ、上がっていくっていう見られ方はするんですけど、30代になってくると、その価値が、もう20代とは比べ物にならないくらいぐっと下がっちゃうわけなんですよね。っていうことを考えたときに、残念ながら、あなたたちに、それだけの、おごるだけの、価値って言ったら、すごい語弊があるし、なんかこういうこと言ったら、なんかすごい、ね、僕が有名人だったら、絶対荒れるだろうなっていうのは思うけど、でも、ね、
僕ももう、もうすぐ30歳になるけど、なんかなって思うよね。だから女性が勘違いしているよなって思うよ。まあ、もうそれだけのそのお店に行くくらいのその経験を積み重ねてきましたっていう意味だったらいいんだけど、その女性としてのその男性に対し、女性としての男性に対する価値っていうのが、それあるっていうふうに思ってるんだとしたら、それは大いなる勘違いですよっていうところなんですよね。逆に言うと、その男もなんだろうな、なんか自分は年齢を増してくればなんかその魅力が増すぜって言ってる人とかも中にはいたりするけど、甘い。あのね、35を過ぎたらもう男もね、女からすると価値ないから、40を過ぎてしまったらもう本当にね、男として見られなくなる、全く。うん、まあそれが特にそのバツイチだったらまだちょっと可能性はあるっぽいんだけど、未婚だとしたら、すげえチキンプレッシャー、ごめんなさいね、うん、未婚だったとしたら本当にもうなんかの難ありな人間だと思われて、全く相手にされなくなるっていうのがあるから、その仮に1万1000円とか1万2000円をおごる力が財力的にあったとしても、残念ながら、まあ、あのなんか結婚はしてあげるけど、あんたと子供作らないみたいな。セックスは別の若くて強そうなあの遺伝子を残せる男とやってくるけど、お前とはやんないぜみたいな。だから別のところに作ってきた男の種を、あのお前が育てなさいみたいな、そんな風に思われちゃう。そんな感じなんですよね。だってさ、男ってそのなんて言ったらいいんだろう、かってそのばらまけるんですよ、悪い言い方をすると。ね、頑張ればもう10分でそのね、子孫を残すことでできるし、でめっちゃ敵くんです。ちょっと雑談しながらちょっとあのチキンプレイ、あのはしごはめはめタイムします。あの男ってシンプルにそのばらまくことができるから、誰とでもその子孫を残すことができるんだけど、まあ女性も究極言えば誰とでも子孫を残せるけど、でも一回子供を宿しちゃうと1年間動けなくなるわけですよ。で1年間動けなくなるし、しかも子供を産んだ後の世話とかっていうのも、女性ホルモンのバランスとかっていうのを考えたら、じゃあ毎年毎年ほいほいほい子供作れるかって言ったら、そんなのできるわけないんですよ。そんなことをなんかさせようとしてる男がいたとしたら、それとも生物じゃない、生物じゃないっていうか人間じゃない、うん、から女性の皆さんぜひ気をつけてくださいねっていう話なんだけど、だから男と比べるとやっぱね、女性ってすごいあの繊細な生き物だし、あの体的にはね、あの意外とねメンタルはね女性よりも男性の方が繊細だったりするんだけどそう、だからそこら辺はやっぱりね、いろいろとね考えなきゃいけないんだよね。すげえなんかもう芋餅のようにうじゃうじゃしてるね。カチン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 ってるし、いや全然あれだね、よろしくないね。実況的にはすげえつまんないかもしれないけど、まあ雑談楽しんでるそうだからね、女性はだからそのより強い子孫遺伝子をこの世に残そうとするから、よりスペックの高い、見た目も中身も素晴らしい、財力もある、社会的地位も高いっていう男性を見染めようと頑張るし、男はあの変な話っていうか、もうこれが全てなんだけど、誰とでもいいんですよ、気持ちよければっていうのがあるんで、それはもう悲しいかの男の脳がそうなっちゃってるからなんだけど、あ、玉がなかった、残念、悲しいからそうなっちゃってるんで、うん、男のだからそのあれよ、あの基準なんていうのは、その気持ちいいか気持ちよくないからね、相手を選ぶ基準とかっていうのは、それもそれでどうなのかなって思うけど、まあそれはね、でもね、あのまっちゃんを見てて思うからね、あの若かりし頃のまっちゃんね、今子供ができてどうその考えてるかっていうのは分かんないけど、若かりし頃のまっちゃんなんかはその愛、いや僕はめちゃくちゃ愛が深い人間っすよとか言ってるけど、まあどう考えてもねえわなっていう話で相手も特になしか、このまま向かってっても大丈夫かな。ケイ、ちょっとでもね弾を集めといてね、あの前半楽できるようにしとかないといけないからね。ここまで敵いるのかな。あ、でも岩はないよ、そりゃそうだな。あ、視線を上に上げるとなんかいるんだっけ。あ、ちょっと危ね危ね、
外とね、ボウガンの矢が当たるとね、痛いんですよ。体でいいか、体でいいか、ちょっと一発一発、確実に当てていいか、確実に当てていいか。そう。でね、まあでも、結局はさ、子供を残すことっていうのも大事だけどさ、パートナーに選んだ人とさ、死ぬまで一緒にいてさ、幸せに思えるかどうかってところだよね。まあでも、ところがさ、今ってその多様性がすごい、まあ認められている時代と言っていいのかあれなんだけど、まあいろんな生き方があるじゃないですか。ね、晩婚化して子供も出産するとか作るとかっていう年齢が高齢化して、要は自分のその人生の前半っていうのをすごいさ、心の底から楽しむような過ごし方をしてる人たちっていうのがまあ増えてきてる世の中なわけじゃないですか。ね、だから30代、40代になって、普通に周りでも30後半とか40で一人目の子供が生まれましたっていう人たちとかめちゃくちゃ多いしね、パートナー企業さんとかお客さん先とか回っててね、今40代半ばの人で子供が今5歳なんだとかって、ってことは、37、8で一人目なんですね、そうそうみたいな、そんな話とか普通にあったりするから、まあ、それが全然いいとか悪いとかないし、むしろね、その、まあ、子供と一緒にいる期間っていうのはやっぱ寿命の関係上をそうなってしまうとちょっと短くなるっていうようなところはあるけど、まあ、人生も100年時代だからね、お父さんがさ、その80歳90歳とかなっても子供とかがね、60歳50歳60歳とかで居続けるっていうのはざらにね、今の時代はあるからあれなんだけど、まあでもさ、普通に考えてさ、30代とかさ40代になってきたらさ、ある程度社会的地位もあるしさ、財力もあってさ、ってことは子供を養う分にはさ、その経済的な面であんまり苦労するっていうことはなくなるから、子供がね、ちょっとでもいい教育を受けられるようにっていうところで、まあ、私学を受験させてみたい、まあ、私学に行くことが全てとあまり思えないんだけど、雑草を育てるんだったらやっぱりある程度ね、効率生かせた方がいいかなと思うけどね、まあ、僕は効率の人間だったからそう思うだけで、私立行ったら効率なんか行ってられねえって言われたらもうそれでおしまいなんだけど、まあそんな感じだよね。逆にその若いうちに子供を作ったりすると、その20、ちょっとやっぱりまだまだお金が足りないっていう状況で、まあ、貯金もちょっとしづらいとかね、まあ、投資に回すお金とかもなかなか捻出しにくいとかっていう状態になって、でいらっしゃい扇風客で、ちょっとそこの辺はね苦労するっていうところの可能性はね出てきてしまうかもしれないんだけど、まあでもその分ね、子供と長く一緒にいられたりとか、やっぱり若いうちにその体力があるから、20代と40代で比べたらね、体力があるからこそなんだろう、まあ一緒に公園で遊んだりとかさ、父兄参加の運動会とかあったりとかした時にね、それは20代のお父さんお母さんよりも40代お父さんお母さんの方が体力的にはしんどいわけだから、それを考えると、ね、運動会で活躍してパパすごいママすごいって言われたりとかっていうのはちょっとあったりするかもしれないね。コーヒーが特に敵は出てこないかな。あ、じゃあなんかいるね。あ、早っ。なんか、待ってましたかのごとくあれだね。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あんまりね、ないんだよ、ライフルの弾が。あれ？来ない？あ、いたいたいた。あれ？一発？なんか、なんか食らってた。へい。ところで。あ、ちょっと待って。何？びっくりした。お？あぶね。いる？あ、やばいね、これ。あ、やばいね、やばいね。ちょっと待って。ちょっと待って、嫌な予感する。危な。あっちゅ。あ、これやばいね。これはやばいだすね。ちょっと待って、回復アイテムがもうないんだすよ。こんなところでつまずきたくないだすよ。あ、レッドハーブか。あったっけ回復。ちょっと待ってよ、これちょっと待って、こっちから来る、来てない、来ない、来る、来ない、来る、
てる？来てるけど、ああ。来たり帰ったりしてる。あ、ちょっと課金つった。ああ、もうちょっと落ちた。めんどくさいな。ほら。オッケー。いない。どうしようかな。戻るか。あいつも気づいてないから先に、オッケーオッケー。で、続きまして、オッケー。よし。滑り込む、オッケー。ちょっとまあ時間も16分くらいになってきたから、中に潜入する手前までやっていって、で、そこで一旦セーブして潜入するところから始めてみましょうか。いらっしゃいませ。ふっ。ひ。あ、なんか、テロリスト系の、なんだろう、テロリスト系の映画とかに出てくる、雑魚的。なんか一発目にその主人公に骨を折られて死ぬような格好してたみたいな。なんか、ダイハードとかさ、っていうな、ジョン・マクレーンとかに、ボコってやられて終わりそうな、そんな見た目してた。ああ、グリーンハブあった。オッケー。でもどうしようかな。使っちゃおっか。あれ、使ってない。まあいいや。使えたと思ったけど使えてない。あ、グリーンハブ。あ、いいね。じゃあ、こっから、あ、やっぱ出てくるよね。出てくるし、ちょっと嫌な予感がする。遠目から。あ、ちょっと下手くそ。OK。1体目。おお、ぷに。あ、ちょっと待ってよ。エダースパイってこんな激しかったっけ？まあ、でもなんか、だいたいバイオって、本編よりも、なんかこういう、サブゲームの方が難しかったりするよね。豆腐サバイバーとかさ。バイオ2豆腐サバイバーとか。ねえ。OK。じゃあ、始末。よし、OK。あと、ボウガンがもう一体いたはずだよね。隠れちゃったボウガンタイプがいると思うから、そいつをぶちのめしたら、終わりましょうかね。オッケー。よし、じゃあここからは入れないので、よし、じゃあここ登ったところでね、収録させていただきたいと思います。もうこんな感じでね、ゆるーくね、雑談をしている回になりましたが、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンもよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。